ぱり目力のある女の子って綺麗よな。目元バッチリでまつげはピーンって長くてさ、ほんま綺麗やんな。うん、はあ、やっぱり私目力ないんかな。なんか目元バッチリさせるいいものないかな。あれ、これ目元バッチリまつげエクステンション、つけまつげより自然な仕上がり、長持ち1ヶ月以上、お風呂プールも OK ってすごい、私にぴったりやん。それではまつげエクステの施術について説明しますね。はい。アレルギー体質ではありませんか？はないです。ではこれまでにアレルギーが出た言葉、大丈夫です、はい、ではこちらの承諾書にサインをお願いします。はい、はい、ここでポイント解説。承諾書には簡単にサインをしてはダメです。消費者に不利なことが書いているかもしれないから、隅々までゆっくりと目を通すこと。少しでも疑問を感じたら必ず質問して納得する答えをもらうこと。また返金や解約についてなど業者側に不利になることが初めから明記されていない場合もあるので、注意して目を通すこと。不安に思った場合はサインをせずに書面を持ち帰って冷静に検討しましょう。目も開けられへん。なんでこんなんなの？あの子、どうしたん？いるん？ちょっとコンといて。どうしたん？何その目？目真っ赤やで。痛い。大丈夫か？先生、大丈夫でしょうか？これはね、まつげエクステの接着剤によるアレルギーですね。それと角膜全体に傷が入ってます。左目の方は充血もあって結膜炎の状態です。今すぐエクステは取った方がいいと思います。はい。エクステしてから目が痛くて涙も止まらへんし、目も開けられへんのです。眼科に行ったら角膜に傷、結膜炎も。どうしてくれるんですか？大変申し訳ございません。ただしサインをいただきました承諾書には、施術後の保証は致しかねます旨を明記しておりますし、アレルギーのことも施術前に細かく説明させていただきましたので。承諾書、せめて費用を返してください。その件につきましても承諾書に施術後の返金には応じていませんと明記しております。ご来店いただければエクステはこちらで外させていただきますが。はい。承諾書を読んでいない、説明をちゃんと聞かなかったなど、消費者側に不手際があったとしても、なんかおかしいと疑問や不安を感じたら、決して諦めずに必ず消費者相談窓口や親、友人などに相談することが大切です。